車は何ですかね。プラッツの後期型になります。じゃあ、まあ、アピールポイントがあります。さあ新企画ね、第3弾なんでアップなの。はい、なんでアップなの。はい、ね、第3弾ね、前回引き続きね、プラッツくんとね、え、あ、映すとこ間違えた。あ、違ったね。じゃあ、あの、すいません。プラッツくんとフィットくんで、お互いの車をこう取材体験してもらうっていうコーナーで、これが第3弾目ね。じゃあ引き続き今度ね、プラッツくんがフィットくんのね、まあ取材体験というかをやってもらおうかななんて思ってるんで、まあどんな風になるのかな、乞うご期待。じゃあ早速やってもらいましょう。何て言うんですか、こっちで。前回言ったら覚えてる。はい、大丈夫です。前回シャンシャン言ったね。任せてくださいよ。じゃあこんな感じ。任せてくださいよ。じゃあこんな感じでもう感想。任せてくださいよ。じゃあこんな感じでもう感想最後に。じゃあ頼むよ。任せてください。はい、どうもこんにちは、プラッツくんです。今日はこのなんというド派手なオレンジのフィットアーです。おお。なんでしょうか。まあとりあえずオーナーさんに来てもらいましょう。どうぞ。お？こんにちは。ちょっと、なんか違いますよね。みんなあれか。なんか、フィット乗ってるって感じないですよね。全く持って。どちらかといったら、まあ、ハスラーとかなんかそっち系ですよね。ハスラーオーナーさんじゃないですか。じゃないですね。あ、じゃないですか。フィットオーナーですね。そうですか。申し訳ないですね。そうですね、このフィット、とりあえずアピールポイントを教えてください。アピールポイント売り方なんか。コメントは、どこも純正ですけど、まあ、社外風のバンパーが。マフラーとかは、変わってますか。まあ、一応センターがストレートで、マフラーのロストモードが入ってます。ロストモード。ロッソモデル。名前がやらしいですね。名前やらしいですね。気持ちやらしいですね。どうですか、この色を乗ってて、なんかいいこととかありますか。じゃあよく見られますね。見られて喜んじゃうタイプですか。まあ、喜びはしないんですけど。まあ、どうせなら目指したいなと思って。目立ちたがり屋に見えます。全然違いますよね。いや、それ俺の取材と同じこと言ってんじゃん。どう思いますか。いや、車は目立ってますけど、車さん目立ってないです。もっと目立ちましょう。そういうもんですよ。オーナーのことを触り出すし。もっとド派手に。はい、カットダメ、全然ダメ。全然ダメ。もうね、ダメ。あのね、取材っていうのはこっちからフルスタイルなんだよ。わかる？言わせるんじゃない、俺が喋るんだよ。お前黙っとけくなる。まあ冗談だけど、ほら難しいでしょ。難しいです。何突っ込んの。オーナーディスり出し感は。オーナーディスり出し感は。仲いいね。まあね、友達だからね、ここは成立したけどさ。これだったら何だこの車。こういう車ね、難しい。難しいですね。もっと着きにくいんだよ。そう、さっき俺前回言ってたよ。どうも、ちょっと立って。口ほどにねえな、ちょっと。大したことないね。大したことない。いや、口だけっす。口だけ。先輩から見たらまだマシっす。先輩がマシらしいよ。ごめん、俺から見たらどっちも変わらない。面白さ的には変わらない。そう。じゃあ、こんな感じか。じゃあ、石井さん、仕事くださいよ。はい、はい、じゃあ、お分かりいただけただろうか、ね、心霊写真じゃないんで。本当に、あの、難しさ、この大変さね、おさびーさん、どんだけ頑張ってるかっていうね。本当ね、なんでアップなの、ねっていうことでね。言わないから、ね、
とりあえず、まあこんな感じでやってもらったね、はい、うん、どうした、緊張しました？携帯カメラだよ。でもあとこれだからってのもあるしね、うん、カメラがこれだから余計とそう感じるかもしれない、うん、やりにくいとか、うん、そう多くないから、うんうん、まあどうだったかね、よかったね、はい、ね、いい体験でしたね、そうでしょ、はい、うん、なんか俺無理くり言わしてるんだよね、ということでじゃあこの辺でまた次回あればやります。ではさようなら。